ファイナルファンタジー10、かっこよすぎる伝説のガード、アーロンとは、ザナルカンドで暮らしていたティーダを、別世界スピラへと導いた人物。かつて、ユーナの父でもある、大召喚士ブラスカのガードを、ティーダの父である、ジェットと共に務めていた。かつて、ユーナの父でもある、大召喚士ブラスカのガードを、ティーダの父である、ジェットと共に務めていた。世界の随所で、伝説のガードと呼ばれ、敬われる有名人である。その渋さと内なる熱さから、発売当時から高い人気を誇るキャラクターである。発売当時は人気が特に集中し、主人公を抜いてキャラクター人気ランキング1位になることもしばしばあった。実は本編中の彼は死人で、ゲーム開始より前に命を落としていることが物語の終盤に判明する。本編終盤、シンが倒され役目を終えたアーロンは、満足そうな様子で異界へと帰っていった。